Under the Moon. Aus Island, Grete Grünberg, Christian Rand. これ全体がそうですね。シニアだけじゃない、ジュニアも本当に去年と変わりましたね。ここからは銀メダリストになります。エストニアのアイスダンスのカップル、グレゼ・グリュンベルグ、クリスチャン・ランドです。18歳と19歳、エストニアに初めての世界ジュニアのメダルをもたらしました。連邦時代はね、なかなかこういう大会に出場する機会がなかったわけですけど、まあそれぞれ国が分かれてですね、やっぱりどんどん選手が増えてきましたよね。大変いいことだと思いますよね。しかもメダルを取る、これはジュニアでメダルを取っていうことは将来にまた楽しみが出てきたわけですからね。そうですよね。まあ、エストニアはもうバルト海挟んでですね、すぐ向こう側もフィンランドだとか、もう非常に近い国がいっぱいありますからね。彼らの練習はアメリカで行っています。はい、まあ、最近はねアメリカで練習したり、まあ、コーチが動いてることもあったり、いろんなことで多いですよね。北米ゾーンの練習、アジアの選手でもそうですからね。グレゼ・グルンベルグ、クリスチャン・ランドでした。この2人は4年連続4回目の世界ジュニアでメダルを手にしました。最初は18位、その次は15位、昨年は9位でした。そして今年は2位ですからね。大変なステップアップですよね。Die nächste junge Dame, sie ist 13 Jahre jung, hatte keinen Junior Grand Prix, da war sie noch nicht so weit, aber dann gewann sieDie amerikanische Juniorenmeisterschaft und wurde damit hier zu den Juniorenweltmeisterschaften.